生命様はおそらく黒魔術軍に捕らえられているのだ。わしが気圧を救わねばならぬ理由などないわ。生命殿がいなくなる。この魔界は黒魔術のものになりますぞ。ならばそれが運命じゃ。その時はわしが黒魔術を倒し、この魔界の名手となろうぞ。なんということ。何度も言うが、わしはそもそも黒魔術の侍大将じゃ。内行きでこの軍に身を置いたが、潮目も奪われ、わしがここにいる意味はない。鶴姫、高房殿と立場は違えど、私もこの軍で戦う意味が分かりません。鶴姫よ、ならばわしと共に黒魔術に行かぬか。おい、ちょっと待てよ。せっかく仲間になったんじゃねえか。楽しく行こうぜ。なあ、サイゾー。わかりました。あなたたちには頼みません。私一人でも生命様を救いに参ります。私は黒魔術に組みするつもりはありません。ならば水軍か。水軍にも組みするつもりはありませんが、救わなければならぬ者がいます。なるほど、それがお主の戦う理由ならばそれもよかろう。わしはわしの戦う意味を探す。この魔界で。魔界水軍よ、出てきなさい。魔界水軍よ。安成を手に入れたくば己の力のみを頼れ。戦えというのですか。Thank you.
加えてもらおう。やすさ、あなたは鶴は渡さる。お前だけには。 Green Party's engaging in battle. Our musicならば奪魂の儀式にしてやる。承知。それではその戦い、奪魂の儀式として行う。勝てばお前たちの望みを叶えた。覚悟は良いな。Yeah!
まだ悪に染まりきっておらぬか。悪路はこうも簡単に術を破られるとは先が思いやられるの。悪に安なり、お前の情けは奴にはどんな刃よりも痛い。分かってやれ。辛いのはお主だけではない。
竹内殿。ラスアリ。鶴姫様。わしの目論みはまたも外れたか。邪魔者もおらずうまくいくと思ったが、これも運命か。